ですが、先ほどから激しく動いているのはおねねさんだけ。これが実力者の輝きなのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。我らの構想に耐えかねアレスが出てきた。この好機逃してはならん。なら、この分事件が挑もう。上等だ。返り討ちにしてやる。このまま切り込むぞ。遅れるな、人の子らよ。さすがは旋回の住人だ。この馬防機も全力で参る。秀吉、俺